日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本万です。今回の理科ルタは中学3年で法です。放射線と放射能の違いです。放射線と放射能、全くこれ取り違えているというか、放射線のことを放射能と思っている人が非常に多いので気をつけてください。読み札。放射性物質は電球で、放射能は光を出す能力。放射線はその光。放射性物質は電球で、放射能は光を出す能力。放射線はその光。新指導要領では、この内容は中学2年に移行されるみたいですが、まあ気にしないでください。格言。必ず成功できるとは限らない。しかし必ず成長することはできる。はい、ちょっと拡大します。はい、これ電球に例えると非常に分かりやすいですね。この電球が放射性物質。電球が放射性物質です。そして、光を出す能力。光を出す能力を放射能。放射能力ですね。放射能力の意味で放射能です。これ放射線ではありません。で、光そのもの。光を出す能力があってこそ、この光が出る。この光、出た光、これを放射線です。この辺の放射能と放射線を取り違えないように気をつけてください。放射能の単位はベクレルとか、放射線の単位はシーベルトとか、まあ、わけのわかんない単位がありますが、その辺はまあ、詳しくは説明しません。はい、放射性物質は電球。放射能は光。失礼しました。光を出す能力。で、放射線はその光です。私も間違えてしまいましたが。今後ですね、こういう環境問題が非常にクローズアップされているので、今後入試なんかでも出題率が上がってくる。高校入試に出る、よく出るような、そういう傾向がありますので、その辺のところ注意をしてください。